ケモン20周年おめでとうございます。それと同時に最初のポケモンに関わってたプロデューサーとしては皆さんポケモンをここまで可愛がってくれてありがとうございます。こう20年になるんですけども、その6年ぐらい前から石原さんとポケモンを作ろうっていろいろテストをしてまして、それがついつい時間かかったのは実はマザー2を作ってたんですね。でマザー2が終わってさあ本格的にポケモンを作り始めましょうっていうことになったんですけど、僕は、任天堂のゲームボーイで通信ケーブルを使った新しいゲームを田尻さんたち一緒に作ろうということの立場としてメインでかかってました。でそれがこう気がついたらこんなにたくさんの色が出る、20年も経つ、本当に信じられない状態です。皆さんご支援ありがとうございました。